1989年の阪神タイガースでは、1989年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1989年の阪神タイガースは、2回目の村山みの監督体制の2年目のシーズンである。前年より起用されていた、少年隊トリオの和田豊、王の久殺、中野悟がレギュラーとして定着し、中でも和田はリーグ最多ギダ、王のも、 打率3割を記録するなど結果を残した。前年遊撃手レギュラーを和田に奪われた平田勝男が開幕から1ヶ月半ほど帰り咲いたが、5月半ばから八木博が抜擢されて16本塁打の成績を上げた。また三塁手にコンバートされた岡田明信も一定の成績を上げ、そして新外国人のセシルフィルダーが本塁打、大争いを演じる活躍を見せて、 リーグ3位の135本を記録したが、打線がつながりを欠いたため、いずれも打点は伸びなかった。投手陣は、マットキーオが15勝、先発に転向した中西清敷も10勝を挙げたが、これに続く投手がなかなか現れず、中西の先発転向により抑え投手の固定にも苦労することとなった。チームも6月を境に順位が、下降。 8月には一時再開転落の危機に見舞われたが、9月後半から対応が11連敗を起死したこともあり、3年連続の再開は免れたものの優勝の巨人には30.5ゲームも付けられた。シーズン終了後、村山監督は辞任しフィルダーは、球団との契約延長交渉がこじれわずか1年で、チームを退団することとなった。本節では、 前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。